オッケー、じゃあ今回もいろいろと PQ の方プレイしていきましょう。ちょっとね、最近はあまりいい感じでいいランク取れてないからね、悪いランクばっかなんだよな。これ見てね、5回連続 C ランクだからね。実況動画 C ランクしか取れてないから、ちょっとこの辺で S、Z 取りたいね。じゃあこちらプレイしていきましょう。ナンバー23ですね。激突パーフェクトセル。おお、主な敵はセルのみ。パーフェクト、完全体のセルですかね。いいでしょう、1体のみですか。じゃあボコボコにしていきましょう。遠慮なくね、遠慮なくボコボコだ。おいえ。じゃあまずは自分のキャラクター使って、そして、ご飯、孫ご飯と、そして誰連れていこうかな。ビーデル、あ、ビーデルもいるのね。じゃあビーデル連れていこうかな。わあ、負けないんだから、あったかいだから。似てるね、パクったんじゃね。ねえ、パクったよね、パクり疑惑出てきた。まあいいや。はい、激突パーフェクトセルですね。ん、セルを倒すことが目的でございます。あー、もう邪魔者はいないね。もうセルを倒すだけね。私と一緒に頑張ろう。当たり前だ、頑張ろうぜ。ビーデルさん、共に頑張りましょう。ビーデル可愛いよね。ゲチュ、何、後ろじゃ、セル後ろじゃ甘いよ。いや、これはこれ多分違うな。まだ2段階あるね。1段階、これ多分倒してもクリアにならないよ。この後まだちょっとなんか進化するね。これは完全体のセルですね。完全体フルパワーではないよね。おいおいおい、あまりにも弱いもんな。見てくれ、ダメージ食らい放題だもんな。見てよ、食らいすぎでしょ。俺が強いの、俺が強いのか、セルが弱いの、どっち、どっちが正解。あら、はい、あー、当たった、マジで当たるんかい。完全外れだけ、外れたと思ったけどね。おいや、ほう、今んとこダメージほとんどなしでいけてるから、ね、レイトバーケーション。当たったー、また当たったー、直撃、体しびれるからね。アウチ、畜生、畜生じゃねえんですよ。畜生じゃないの。どこに行く、バカ野郎、メーテオラッシュ。ビーデルさん、ビーデルさん、ちょっと活躍してくれない。ビーデルさん、あ、ビーデルさんはいてくれるだけでいいね。女神ですから。それだけで僕は満足。ビッグバン、アタック、えい、倒しました。しかし、これでは終わりじゃないね。やるじゃない、いいね。ほら、復活来たよ。フルパワーですね。準備運動はこれぐらい。なんだと、あれは準備運動だったのか。ふざけるなよ、セル。オーケー。何、強くなってる。若干強くなってない？おかしいよね。ビデルさん、ビデルさん殴ろう。いいぞ。お、いいね、頑張れビデルさん、いいじゃないか。セル、そんなこと言うな。おいおい、セル、おい、ぶち殺すぞ。お前、ビデルさんに悪口言うか、どうやらたまったもんじゃないね。デリートバーケーション、お前思いっきりガードされたね。俺もやっぱ現実って悲惨だね。わお、オーマイガー、はめられてるんですけど、助けて。ご飯行こう、ご飯共に行こう。ハメハメハ打っていいぞ、ハメハメハ打とう。てか打って、オッケー、ファイティング、バンバー、わー、全然当たってない。お、当たったね、よかったよかった。あ、なんか来た、なに、ハメハメハ、まずい、逃げないと。わっ、え、皆さん今見ましたね、今結構ひどかったよね。何今の、俺完全当たってなかったよね。カメハメハ当たったんだけど。でも当たった。え、なんで、え、なんで、俺真横にいたよね。完全真横にいたよね。セル全然違うとこ打ってたよね。え、なんで、まずい、カメハメハだ。当たった、死ぬ。あぶねえ。デリートバーケーション、ふざけるなよ、それ。当たったか、直撃したね。イエース、ナイス、セル倒した。ランクはどうだ、いいの取れたか。せめて B は欲しいな。また C やだよ。それが限界だとしたら、なんなのこれ。とんだ期待外れだぜ。なんで C になるの。ちょっと待って、何が基準なの。わからない。バグでしょうかね、皆さん。バグじゃない。いや、何が悪いんだろう。皆さんわかりません、これ原因。ちょっと PQ C ランクしか取れないんだけど。アイテム、俺はお前の兄弟だ。知らんよ、そんなの。兄弟じゃないよ。勝手に兄弟扱いしないで、兄さん。ねえ。
俺兄弟じゃん。俺ルイージでもなんでもないからよろしくね。ちょっとよくわかりませんね。なんかレベル上がったことにより、なんかあんのかな条件とか。レベル何歩以上はこれば以内に倒さないと C ランクみたいな、そんなあんのかな。ないよね。そんな複雑なことあったらクソめんどくさいよ。なぜだ、なぜ、 Why？ いや俺悪、え、なんか悪い、体力少ない、いやそうでもないよね、結構な時間で倒してるんだけどな。なんでだろう、ほんとちょっとイライラするね。いくらなんでもひどすぎるでしょ。これ見てよ、6回連続 C だからね。ほら今までなんか C 取れたことなかったんだよ、ここまで。ほら悪いなりにも B だったね。あ、まあこれ D だけどね、これ D なんだけど、これ D だけど思いっきしね。いやいや、でも他見てよ、他なんか B とか S とかばっかだからね、 A とか。でもなぜかこの挑戦者サタンからずっと C が続いてる。なんでしょうか、わかりません。わからないからわからないままにしていきましょうか。あ、じゃあ次こちらやっていきましょうよ。ナンバー24最強のタッグ。わーお、これ見て、やばいね。難易度5か4だね。めちゃくちゃ敵いるよ。セルと悟空一味が組んだの？終わったじゃん、それ。どういう世界の話ですよ。終わったじゃん。じゃあもう強いやつ連れていかないとね。スーパーサイヤ人ゴッド。うん。そして破壊神ビルス。いや、魔人ブーでもいいかな。魔人ブー純粋でいいでしょう。ほうほうほう。ふわふわ。ふわ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 。うわーこれ難しいな。 E ランク取れたらいいんだけど。最強のタッグですね。孫悟空とセルを倒すのが目的ですが、それまでに他のザコも倒さないと。いや、ザコではないけどね。ほら見てよ、最初の時点でピッコロとご飯だからね。うわー攻撃外しまくってる、最悪。ほらほらゲッチュ。あーのご飯邪魔すんな、ご飯。その師匠愛はいらない、今師匠愛はいらない。ご飯ちょっと待って、なんご飯邪魔しないで。魔人ブー純粋、魔人ブー純粋どこにいる、助けて。ご飯が俺狙いで来てるんだけど、風終わったでしょ。まただから、よし、あのミスター最悪。ピッコロさんドイライフ貸してくれるね。あー、うちダメ。おいえおいえおいえ、ナイス。ほん、魔人ブーどうした、魔人ブー全く仕事してくれないね。あれ強かったよね、めちゃくちゃ強かったよね。運用破壊したよね。オッケーオッケー、ゲッチュ。ほう、ピッコロさんあと少し。あー、うちダメ。何この孫悟飯のマセンコのゴリ押し、押してるね。アイゲッチュ、ピコラ倒した、ナイス。ご飯、次はご飯だね。スーパーサイヤ人2じゃないだけいいね、まだスーパーサイヤ人だから。これ2だったら厳しかった。強い、小学生並みの感想、小学生だからね。小学生だから小学生並みの感想も正しいんだよね。 OK、 ちょっとピッコロさんでダメージ食らいすぎたかな。おいや、ナイス。やっぱ硬いね、スーパーサイヤ人ともなると。イエス、おう、ゲッツ。このくらいで負けてたまるか。いいね、その試合は空回り。終わりだ、すべてを決めてやろう。レイン、レイ動けない、やつは今動けない、お前はもう死んでいる。ちょっと見つくれつけん。おいえ、ノン、ダメ。悟空行こう、悟空ボコボコ。魔人ブー、え、どうした、魔人ブー、なんでその体力ねえの。魔人ブーどうしたんだ、確かにね、俺の間違いだから悟空ありがとう、カツを入れてくれた。でもあんたも仕事してるね、あんた何もしてくれてないよ、あんた何もしてくれてないよ、ふざけるなよ。それで上から見てどういうこと。コーラン受けてきてありがとう、魔人ブーかな。ノン、ダメ。よし、倒したか。えい、次の場所行きましょうかね。しかし、ちょっと味方の体力プラス、俺もやべえな。ごめんなさい。父さんに謝るな。父さんが倒したんだ。お前の父さんがお前を倒したんだ。誰に謝る。行こう。次はベジータ、トランクスかな。トランクスと誰いたっけ、トランクスとベジータいたっけ。手合わせですか。いたね。トランクス一匹のみか。オッケーオッケー。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。え、一匹のみだよね。あれ
なんかいる。悟空いる？気のせい？あ、まずい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 。あー、うちオーマイガー、何の技？まずい、やられた、最悪。これいいランク取れないね。うわ、魔人ブーもやられてるじゃん。終わったな、これ。頼む、来い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 、大丈夫。悟空来い、頼む、いけるいけるいける。え、なんで？よしよし。俺助けて、魔人ブー。あいつは役に立たん、魔人ブー。よし、ナイス。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、逃げないと。ワンを唐突な技にびっくりしたね。元気カプセル M。トランクスの必殺技かな？フィニッシュブレイカーか。まずはベジータから。サイヤ人の王子からテコモさんしていこうよ。どうなってやがる？びっくりすんな。あー、まずい！スーパーサイヤ人ゴッドが。あかん！ビッグバーダッシュ、唐突すぎるな。ナイス、ありがとう。魔人ブーが体力回復してくれたね、悟空。さすが魔人ブーだ。ベジータがうざいからね。ちょっとベジータから倒しておこうか。ノン、ダメダメ、技か、必殺技、まずい。うわーお、ファイティングボンバー当たれ。俺の必殺技無視でベジータの技ご利用しとか反則じゃないね。違うよね、それとそれはまた別でしょう。はめてるし、これね、完全はめだよね。魔人ブーありがとう。クソベジータ、ふざけんなよてめえ、おい、バカなじゃねえんだよ。おお、俺が言いたいわ。あ、まずい、悟空が、悟空スーパーサイヤ人ゴッド、どうした？さっきからボコボコにやられてるじゃないか。あ、まずい、テレカウカイテム使おうか。リンカプセル、あー、これはいいランク取れないね、間違いなく。あー、うち、ダメ、ふざけんな、クソベジータ。終わってくれ、頼む。バカなじゃねえんだよ。 OK、 ナイス、魔人ブー、ゴッド体力回復してくれたね。あ、今ちょっと発音おかしかったけど、よっしゃ、クソベジータようやく倒した。死ねえ、無様だな、ほんとに。二度と俺の前で笑うな。ふわはじゃねえんだよ、バカなじゃねえ。ちょっとうざかったね、このコンビ、トランクとあれ。俺も一回やられたしね。これもしかしたら D ランクあるからね、最悪ランク取れるかもしれない。あー、最悪だな。あー、ミスター、メテオラッシュ。何？旬じゃねえ。あう、魔人ブー、オッケー。これは強いよ。でもあの前回の実況でもそうだったの、こういうちょっと群れ系のミッションが増えてるから、強い系のね、みんな強いんだ。強い上に群れるっていうね、反則だよ。ヒーロー戦隊の敵になった気分だね。強いくせに群れる。だからやられてる。6対1とかね。うん、無理でしょ。リン、子供番組でリンと起きてる。トランクス、やられるのはすぐやられてくれ。頼む。ワオ、何？必殺技？知らね。よかった、ナイス。変えなくていい。二度と俺の前で笑うな。よし。じゃあみんな元気カプセル使おうかな。みんな体力回復。えいー、これで悟空、トランクスじゃないね。あれ回復だ。オッケー、じゃあ頑張っていこうよみんな。魔人ブーよろしくね。よく回復してくれた。え、次はどっち行くの？あっちか。Here we go! レッツゴー。もう回復アイテムないからね。あとは悟空、セルを倒すだけ。乱入者とも来ない。本気でぶつかってこい。オッケー、行こう。うわー、後ろ、後ろ当たるのちょっとやめてほしいね。あの必殺技、あれ結構理不尽だよね。うわー、セルがうざすぎるな。あの爆発系やめろ。あ、よしよしよし、ナイス。うわ、何でセル来てんの。スーパーサイヤ人ボットどこ行った。スーパーサイヤ人ボット、悟空さん。よしよし、まずは悟空狙いに徹して。セルはうざいからね。のダメ、あー、うち直撃強すぎるわ。連発じゃないか。地球ぶっ壊れてるだろ。おかしいだろこの世界ね。カメハメハ打ったら地球ぶっ壊れるとか言っててやめたじゃん。まだまだいけるぜ。考えて使ったじゃん。なんで連発してんだよ。どういう世界の物語だよ。ちょっとうざすぎるね。
えいなあ、うちダメ。あ、まずい、カメハメハ。あー、終わったか、これ。連発しまくり。セル、うざい。ウルトラファイティングボンバー当たってくれ。イエス、孫悟空直撃。完璧だね。よかった、よかった。なんでお前ら手組んでんの。追い詰められるとはね。俺悪いこと何もしてないよね。僕も今勘弁してくださいよ。よしよし、悟空さえ追い詰めればこっちのもんだ。もう最低ランク確定だけどね。確定だけど、ボコボコにしていこう。デリートバーケーション。これでとどめだ、悟空。ちょいな、はい、終わりでーす。次はセル。復活とかしねえよな。復活とかやめてよ。そんな展開いりませんからね。よろしく。そんな展開あったら俺はぶち切れるよ。間違いなく切れるよ。今年一番切れるけど。あおいや、ナイス。ビッグバン、あたーガード、ベジータ、ベジータ助けて。お前の技めちゃくちゃガードされたわ。お前の技思いっきりガードされたわ。助けて。立ったとこデリートバーケーション。いきなりごめんね。えいー、あ、ガードさん、また。わお、カメハメハか。あー、魔人ブーがやられた。マジで。わお、オメガ、ダメダメダメ。ファイティング、ウルトラファイティングボンバー当たれ。イエス、ナイス、とどめさせてありがとう。なんとか当たったね。ギリギリだ。何言ってんだこれ。ランクは？どうした？うわー、これで B か。そんな程度じゃないだろう。まあでもよかった、久々に B 取れたね。これだけでも満足だわ。ちょっと理不尽なくらい C 続いてたからね。やっぱとどめはアルティメット技とかで刺すと評価項目に入ってくるんですな。はは、わかりましたわかりました。そういうことですね。久々の B ランク。まあ嬉しくはないけどね。まあ取れたんでよかったよ、とにかく。CCC めちゃくちゃ続いてたからね。じゃあ引き続き PQ の方プレイしていきましょう。過去ね、最悪ランク取った PQ を最後したいと思いますわ。D ランク取った PQ があるので、そちらやっていこうかな。うん。これですね、これサイヤ人の誇り。あの最後の最後にちょっとやられちゃったんで、ベジータがやられちゃったんだよね。ベジータの体力がゼロになってもアウトだからね。オッケーオッケー、こちらの方頑張ってプレイしていきましょう。最後悟空にね、ベジータがボコボコにやられたんですよ。すごい殴られてたからね、やめてあげてよって言ったんだけどね。じゃあね、今回も自分のキャラクター使わずに孫悟空スーパーサイヤ人ゴッドでいいでしょ。でビルスでいいかな。創造の前に破壊あり。破壊あり。そしてフリーザさん、私の恐ろしさを見せてあげましょう。オーケー、何度も見てきたけどね。また見せるのか。見せたがりだね。そういう人いるよね。筋肉自慢する人みたいな、そんな感じだよね。そういうノリだよね。うん。さて行きましょう。サイヤ人の誇りですね。成功条件は孫悟空を倒す。孫悟空で孫悟空を倒す。失敗条件はこちらの体力がゼロになること。ベジータの体力がゼロになっても失敗なので要注意ですね。まずはクリリンとご飯を倒さない。あ、クリリンごめんね、クリリンごめん。ボコボコにしていくぜ。関係ないからね、関係ないからね。すごいボコボコにするぜ。貴様ごときにこのベジータ様の相手が務まるか。また言ってるよこいつ。結構やられてきてんだろ。もう言うのやめたらそれ。ベジータ青いや、ナイス。何、誰だ。俺の動きを止めるものはご飯か。ゲッチュナイス。はい、まず一人目倒しました。ご飯、わお、こんなちっちゃなご飯に大人が飛ばされたよ。恥ずかしいね、この大人たち。結構恥ずかしい、すごい勢いで飛ばされたね。ご飯ごめん、息子だが倒すよ。関係ないからね。積んでるけどね、この状況。勝とうとするご飯が羨ましい。もしかしたら勝てるかもしれない。はい、よーし、ご飯倒したね。次はクリリンと悟空が来るんだよね。そうそうそう、戦っていっとこは。あ、悟空が来たね。オーケーオーケーオーケー。決着をつけさせてもらうぜ。当然だ。どうかかろうと決着をつけてやる。お前反則だろ。お前どんだけ味方いいんだよ。決着つけるってね、反則だよ。反則すぎるわ。いくら悟空とは言え勝てねえよ。相手も悟空だからね。悟空の相手が悟空だ。さて超元気玉といきましょう。
行くぜスーパーサイヤ人ゴッドの元気玉だ。当たった当たったね。音が急になくなったからびっくりした。えいー、めちゃくちゃ強いからね。よろしく。超カメハメハ。くらえ、おら。悟空とはいえこのカメハメハ耐えることは不可能に近いでしょう。フィニッシュ。オッケー。そして乱入ですよね。これだ。海洋拳で復活するんですよ。また悟空が。海洋拳悟空ですね。次は。俺もまだまだ。そうか、よかったよかった。じゃあ倒していこうかな。この海洋拳悟空めちゃくちゃ強いからね。すぐやられたからね。この前ベジータが。これなんだよね。さっきの悟空は倒すことはできたんですが、ここでこの悟空にベジータがやられてゲーム失敗だったんですよ。とにかく悟空、まずいベジータ狙いに来てるな、こいつ。せけえ悟空、あれ見てよ、ベジータ狙いじゃん、完全。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ベジータ、ベジータ、みんな元気カプセル。あれ、ベジータ回復になってねえじゃん。あ、ならねえのな。あ、まずい。超カメハメハ、行こう。当たれ。当たらないのかい。ベジータ、ベジータ大丈夫かい。ベジータ、ベジータ、ベジータ、ベジータ守れみんな。ベジータだけを守れ。ベジータ守ればいい。そして遠くに離してのベジータ近づくな、ハゲベジータ。お前 NG ハゲふざけんなよ。お前近づいてやられてんのもう分かってんだからやめろ。体力ねえんだ。空気読め。いい加減に空気読めよ。あとちょっとだからね。ベジータ大丈夫かい。ベジータベジータベジータ、あーあかん。ベジータ寄るな、ハゲ。 M 字ハゲ抜かせんな。 M 字ハゲ寄るな、寄るな。負けるからやめろ。お前勝てない。お前いつまでも負けてきたろ、そうやって。超カメハメハ頼む。当たれ。当たってないのか。ガードか。後ろ後ろ。あ、まずい。ベジータ、ベジータあかん。近づくな、ハゲ。あかん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 。よし、あぶねー。ふぅ、よかった。ベジータギリギリこのクソハゲ近づくなっつってんだろ。少しはマシな動きができる。うわー、ランクは A か。鍛えがいがありそうだ。鍛えがいじゃねえよクソハゲ。お前ふざけんなよ。お前さえやっとけ、これ S ランク取れてるからね。うわー、ハゲだ。ものすごいハゲ散らかしてるわ。このハゲ出すぎだろ。申し訳ない。ハゲハゲうるさいね。いやいや、危なかったよ。もうハゲこれ場しかなかったからね。 HP もうちょっとだけだよ。なぜあの体力でまだ出ようとし、俺の方が強いんだとかね。何言ってんだお前。 お前はそんな強くねえからな。よろしくですよ。はい、てなわけで今回はこれにて実況終了いたします。久々にね、 A ランクだったり B ランク取ることができましたね。ちょっと悪いランクが続いてたので、次回もまたね P 級の方プレイしていきますので、もしよかったら次回また見てね。じゃあバイバイ、また会おう。